メイドの土産ヒノキをカフェに来ましたよ。これ大きいな、グラン。メニューめちゃめちゃあるやん。全部揃ったけど。あ、出てきた。ヒノキがなんか喋ったら。美味しそうじゃん。食べたい。レッツが、お腹空いてるね。メイドの土産。これをこちらの窓口にお渡しくださいって。何これ、かわいい。メイドの土産。ウィンキーがもうなんかめちゃめちゃかわいいね。かわいい。薄暗い感じ。酸っぱい？レモネードやもんな。なあ、レモネードは酸っぱいか。ちょっとさ、お客さんのぐらい年になったらね、ああキュッといきなり来て喉に詰まらへんかちょっと心配やね。ドバドバじゃなくて普通のゼリー。わからんそうです。グミじゃない感じ。グミってほら硬いやん。ああ、そんなんじゃなくて柔らかい。心って溶けるゼリーってこと。あ、なるほどね。あ、ゼリーじゃないんだよ。ゼリーじゃない。はてはて、なんぞや。グミでもない、ゼリーでもない。異物？ボバでもない。異物ですね。味はレモネード。ちょっと蜂蜜みたいな。あー、美味しそう。蜂蜜レモネード。メイドの土産。いただきます。はい、どうぞ。まず上の生クリームからいただきます。ミルク。何これ、何なんか分からん。なんかね、うん、味がない。味がない。何それ。ゆずレモネード、うん、混ぜたらうまい。めっちゃ美味しい。混ぜたら甘くなるのかな。なんかこれ甘いわけでもなくて、バターのなんかする。なんか溶けるから、あれかな、メレンゲ。違う、分からない。なんか混ぜても混ぜても味は変わらん気がする、うん。ただおしゃれチックなの乗せたんかな、多分。あ、でも美味しい。でも美味しい。でも消しといて。挽回できると思う。これ冬に飲んだめっちゃ美味しい。あ、なるほどね。全然酸っぱくない。そうなんや。はぁ、うまい。メイドの土産。めっちゃ合わんの。めっちゃガツいよ、ここね。やばくない。なるほどね。なんかサクサクってできるか思ったら全然できるか。ああ、中がめちゃめちゃピザ。おいしい。うまい、結構めっちゃきな粉たっぷり。ああ、めっちゃ美味しい。絶対うまそうよ。ベーコンとマフルーム、きな粉がめっちゃ入ってる。あとポテト。なんかスープとピザの間みたいな感じ。スープではないかな。あ、もう全く水分ゼロ。もうスープで。あ、そうなんだ。メイドの土産。何やったっけ。はい、オムライス。オムライス。何がおもろい。サフランライス。どうなんやろ。味あんまりせえ。それあれじゃない、横のクリームつけてさ食うんじゃない。これなんかあれか、エビのエキスたっぷりか。あんなに癖あるわ。
癖あるん。へえー、ちょなんかエビの味噌的な癖ってこと。食べたことない。中身入れた途端さ、一発目バンって長くんねんけど、その味が食べたことない。それがあれちゃう、この上の草ちゃう。ちゃうよ。これ草は何なの。どれかどう。マッシュルームの味。マッシュルームの味。どう、うまいかうまないかで言ったの。ほんまか。急にテンション上がった。その手やめ。ババ臭いから。チーズと、チーズしか分からない。分からんみたいです。メイドの土産。下がね、マッシュルームなんよ、ほら。やば。ほんま？椎茸じゃないよ。それはちょっと食ってみな。ほんまか？嘘なんちゃん。下手な振りやめてもらって。安い振り。自分でもちょっと恥ずかしかった。あ、すごいわこれ。おそらくマッシュルームであろう部分の肉汁がね、すごい出てます。いい見た目。じゃあこれちょっと食べにくいけど、あ、いくね。椎茸ですね。めちゃうんやん。椎茸、椎茸ってマッシュルームなの。そうそうそう。味は椎茸です。マッシュルームかもせえへんけど、味は椎茸。あ、そう、椎茸のピザみたいな。そうやね、うまい。しかし、ボリューム感はない。思ったより薄いな。ボリューム感はないけど、味は1500円かな。あ、そう。これキノコ苦手な人は無理か。キノコ無理な人は頼まんかった。そもそも。マッシュルームピザって言ってるけど、味は椎茸のピザ。なんかちょっと滑ってたね。メイドの土産。ヨシの卵投入。ヨシの卵って半熟やねん。足りんね、でも。いただきます、はい、これはカルボナーラかな。量多いじゃん。多いね、めっちゃ。なんかね、あんまりカルボナーラ感がなかったんやけど、これ実はさ、ヨッシーのここチーズや。え、これ卵や。あ、そうなんや。めっちゃチーズ。クリームチーズってこと。クリームかどうかわからんけど、けどこれだけ食べたら全然カルボナーラ感ないわ。マジ、うん、けど美味しい。なんか揚げたような麺。結構ね、これボリュームもあるし、いい感じじゃないですか。うん、いい感じ。え、カルボナーラとして頼んだらあれかもしれんけど、パスタ食べたいなって言ったらこれおすすめです。カルボナーラとして頼んだらあれなんや。OK です。でもチーズと食べたらカルボナーラ。なるほど、混ぜましょう。美味しそうじゃね。なんか上にビスケットみたいなの持ってるんで一緒に。クリームをベースにしたスープで、粗挽きのマッシュルームみたいなのが入ってるから。あ、そうなんや。食感がすごい独特。結構クリーム感強め、クリームスープ。めっちゃ美味しそう。ここはうまい。これ当たり。味は当たりですが、これはね、持って帰れないそうです。メイドの土産。これは何味なんでしょうか。はい、いただきます。はい。おいしい。なんかラズベリーかな、いちごの、ブルーベリーみたいな、よくわからない。これミキプルーンですか。食べてみようか。あれやん、ブドウ。ブドウ。なんか。レーズン。あ、そんなでかいレーズン見たことないけど。絶対嘘やん、そんな。あんずかなんかやろ。なんかミキプルーンやろ。とにかく美味しい。美味しい、美味しいですか。なんか本当にデザートとか。これじゃあおすすめですね。おすすめ、これめっちゃおすすめです。チョコレートカップケーキ。めっちゃ美味しそうなんやけどね。あ、なるほど、そういう系か。どういう系？俺の好きなタイプよ、これ。しっとり系やと思う。うわ、美味しそう。美味しそう、めっちゃ。こんな感じです。
おお、パサパサしてる。甘すぎず、ビターな感じでもない。ほんまにちょうどいい感じ。これゼリーのやつ？うん。サクランボじゃないよね。うん。これうまないわ。サクランボなんかシロップ漬けみたいな。ああ。でもね、下のケーキはうまい。へえ。チョコパイあれ、あれの上位互換です。へえ。美味しいじゃん絶対。チョコパイ？このタイミングで入ってる。チョコパイ？なんかチーズ。え？あれじゃない？メイドの土産。ジャムやね。ラベリージャムやわ。あ、めっちゃ好きだ。何？うちが何レアチーズケーキだと思うから。うん。何やろう。ティラミスや。めちゃくちゃあっさりしてんねん。なるほどね、うん、ふわふわで味がないぐらい味がないぐらいあっさりはあっさりって言うんかな。美味しい。でもハマないで美味しいって言ったら分からんくなるんやな。ティラミスってさ、めちゃくちゃなんか甘いイメージな。ああああ、そうなんじゃない。もっとあっさりしたティラミス。ホワイトティラミスかな。じゃあえ、大丈夫です。こんなぐらいなんだ。大きいのがちょうどいいかもね。そうやね。メイドの土産。大志、これ答え合わせして。絶対ブルーベリーからやから。アンドゥアンドゥブルーベリー。お前このサイズのブルーベリー見たことあるか。当たりきついね。俺はない。じゃあブルーベリーじゃないって言ってたよ。え、あの何、あ、ラズベリー。あ、そう、ラズベリーだって言ってたよ。って言ってたよ。あ、レーズン。あ、そう、レーズン。全部。星ぶどうって言ってた。あ、そう、星ぶどう。星ぶどうだ。リュウがごとくの言い方。リュウがごとくの世界。なんで、もう一回言ってもわからんと思う。今でわからなかったらもうわからんよね。いらんことせんでね。いらんこと。ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした、はい。ね、まあ、メニュー全制覇ということで、これは第1本目のものになりますので、まあ、ぜひ全部見ていただければと思います。で、今日この動画で食べたやつは結構ね、まあ、他の、メニューを食べてないんでどうかなと思うんですけどね、全体的にちょっと薄味かなと思います。で、その中でも美味しかったのがピッツァボール。オムライスがね、オムライスがなんかちょっと特に味が薄いっていうか、まあまあ独特な風味であったりとか味っていうのがあったんで、間違えて子供さんが頼むと、お子さんが頼むとちょっと残しちゃうかなっていうような味付けではあったと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは次の動画も見てくださいね。こっちからカメラ。じゃあ、せーの。バイバーイ。